はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス始めていきましょう。スターホースポケットプラス。おはようございます。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。何でしょうね、まあ、ガチャがあるっていうことでしょうね。確実なのはこれで収穫できます。プレゼントが届いています。でですね、神社と秘書交代。駒場葵です。至らないところもあると思いますが。松並結衣です。さあ今日はもう飲みに行きましょう。やっぱこの人でしょう。クエスト達成、やったね。ガチャ行きましょう。世界のクラシックホースガチャ。お、来た、 SSR 来た、なんかすごいのが来るとか。これはなんだ、バーバロ初登場ですね多分。2杯目の SSR、 ファントエセーブル。どちらとも初登場の SSR です。ダイアスカレットガチャもまあもう引いた。値段3000枚。いろいろケーキが引けます。ケーキは引っときましょう。これって何だったっけ、アクセサリーガチャ。バンテージとか手に入ります。もう一回メダルガチャ引いときましょう。結構メダルガチャは大事。三段チョコケーキ。これで育成してより稼いで。もっと教えよ。伊勢サルって何？スペシャルケーキ。始まるぞ。即完成つけたら簡単に手に入りますからね。スペシャルケーキがそれに当たったのか。
踊りましょう。クエスト達成、やったね。イベント開催中だよ。さあ今回から新章ということですね。この刀の日没に種付けをします。刀の日没はこれは危険な配合だよ。そうだ、剣術型だけど危険とは。まあまあかな、まあまあかな、いい配合だね。まあまあかな、まあまあかな、危険だか、まあまあかな、これはダメだよ。まあまあかな、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 いい配合だね。すきっぱなが良さそう。これはダメだよ。ダメだよ。これは危険な配合だよ。いい配合だね。まあまあかな。いい配合結構かな。まあまあかな。ユアルお前。まあまあかな。ユアル。いい配合だね。まあまあかな。憎いよ。まあまあかな。まあまあかな。いい配合だね。スキーパラ行きましょう。スキーパラダイス。生産。まあ、ここまで順調ですね。愛されてる。崖？崖来た。おっと、なんだこれ。雷だ。結構すごい馬かもしれない。元気だね。やんちゃ。良い雰囲気。まあもう母親の名前から普通にこれ行くじゃないでしょうか。スキーパラダイスか、型のパラダイス。安直ではありますが、安直な名前が多いです。型のパラダイス、型のパラダイス、型のパラダイス、型のパラダイス。これでいいでしょう。血統表はご覧の通り、型の日没は父親で、型の太陽、型の名鉄。スカレットブーケで赤だから型の名鉄だったっけ。結構これをバーセーバーですね。頑張ろう。わ、白い馬だ。白い馬初めてじゃないの。1600がいいと言われてるので出しましょう。多分ダートもこなせるんじゃないかな。お前ならいける。1.0 倍きた。ただいまより投票受付を開始します。さあ新馬戦、阪神芝 1600m です。カタオパラダイスは黄色帽子5枠6番です。さあ12頭のゲートインが完了しました。体制完了、スタートを切りました。まあ、12頭です、ね、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは6番カタノパラダイ ス、真ん中から出ていきます。そしてその後ろから3番マーブルテンディン、その外アタッカーイシャル、ラブマドンナ、七色シャワー、9番トロイアゴールド、内から1頭1番クムダルギョラ、12番光天空、下のクラークがそのうちにいます。外を通りましてマウンテン気候士、それからもう1頭10番ブライトドクトリン、そのうちジャンプアクロス、前でありますが前、先頭はマーブルテンディン、機嫌よく行っているのかどうかちょっとばらけてきました。その外からは6番カタノパラダイス、そして3番手に8番アタックアイシャルであります。5番クリゲの馬体ラブマドンナ、場内がどっと来ている、場内がどっと来ています。
先頭マーブル天人足が止まった。ここで先頭に立った旗のパラダイス。先頭意地を見せるか旗のパラダイス。先頭横山と旗のパラダイス。旗のパラダイスが抜け出した。懸命に手を動かして福永と光天空、ここでは負けられない。旗のパラダイス光天空が2番手かわせるか。光天空ちょっと差がある。1着旗のパラダイス。光天空にその前に勝てたっていうのは気になる要素です。得意の距離、得意、多分得意のバーですからね。まあ当然の結果だよね。当然ですね。得意の距離だし、得意のバーだし。おめでとう。まあこれで終わらない。どっちがいいんだろう。マイルは結構ね、マイラーは勝てるといいね。上下のバーがあるからな。なのでここも 1.0 倍になります。一勝クラス500万した。京都競馬場の白鳥もレースを見守ります。カタノパラダイスは4番さあ飛び出した12頭。スタートの悪い馬がいますが9番イレブンベッド先行争いであります。ナイルアワーが先手を取りました。4番カタノパラダイス、2番アイルトピック、これは引っかかったのか。それから12番オーヨンローレル、そしてその後ろ離されまして2番アイルトピック、これが人気を集めているカタノパラダイスです。それから離されましてオーヨンローレル、そして5番手にササハッピーであります。それから足毛の馬体江戸の奇跡、京都のスタンドが揺れています。先頭ナイルアワー足が止まった。外から懸命にパタノパラダイス、パタノパラダイス追い詰める。ナイルアワーが抜け出した。さあ抜けました。パタノパラダイス、パタノパラダイスが独走だ。後ろからは何にも来ない。パタノパラダイス楽勝ムード、粘った粘った。パタノパラダイス、パタノパラダイス楽勝1着、そしてどうやら読み捨てようが2着。まあ、1200でもこの方は勝つとは思います。よく頑張った。スタートもいいですね。おーすごいね。ダート走らせてみましょう。ダート1400、これで 1.0 倍だった。相当強い馬ですね。白い馬って初めてかな。育ちが白毛ですけどね。これは多分足毛。おっと、スターホースポケット時間かかってますね。プラス、勝てるといいね。 1.3 倍下がった。ただいまよりグリグリは変わりません。投票受付を開始します。さあダート適正はどうなのか。向いてないなら早く、向いてないって言われた方がいいですからね。一瞬静まり返る場内。負けないと。さあ準備が整いました。出ないんだったっけ。さあ飛び出した12頭、まずまず揃って飛び出しました、ね、典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。ピラミッドスペシャルが上がってまいりました。その外に10番グランドアンプル、ご注目いただきましょう。これが圧倒的な人気のカタノパラダイス、アタックジャンプ、それから港ヒーロー。さあ、はい、そして外からはレスキャベロン、そのうち2番オアシスパサー、それから足毛の馬体北国トリップであります。10番グランドアンプルがわずかにリードしています。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ。パタノパラダイスは3番手といったあたり。先頭エビナとグランドアンプル、パタノパラダイス先頭に立った。パタノパラダイスが抜け出した。さらに外ワシスパサーか。2番手にワシスパサー、頑張る頑張る。横山とパタノパラダイス先頭、横山とパタノパラダイス先頭、横山とパタノパラダイス恐れ入った。パタノパラダイス1着、なんとまあ強い。いやーこれはすごい。
ダートは芝ほど得意ではないってことですね。さあこの数値をもとに歴史を塗り替えるとまで言われてますからね。448キロか。え、追い込みなんだ。あれ前散々言っときながら追い込みなのか。どうかな。まあまあかな。はい、何です？10月を一周、かなり遅いですね。短中距離となっているので、まあマイラーなんでしょうね。マイルチャンピオン出せれば出したいな。イベント開催中だよ。状態最悪。元気だね。当然人参を使います。でもここはね、人参同じ使うにしても元気だ。はい、何です？良い調子どんどん上げていきたい。イベント開催中だよ。いい調子にならない。いい感じだね。教育適性が分かりましたね。2600は加減なんだ。できれば4キロ感じだね。よし、いい流れ。空き店なんかいいかもしれないですね。短中距離っていうかな、1200から1600あたりかなと思ったら、そうでもないんだ。いいね。馬体が減っているね。ようやく絶好調になった。はい、何です？438キロか。これ空き店に登録できたら適したい。 U1。 はい、何です？まだ馬体が軽い。今週はレースがあるよ。いい状態で出せます。仕上がりだね。いい感じだね。はい、何です？440キロがベスト。そうか、ここに書いてあるか、ベストバー体重。はい、何です？残り46周です。さあこれで天皇賞秋に出てきます。どんなメンバーが出てくるんでしょうね。一番人気は全能ロブーロ、ダントツです。投票受付を開始します。それすぐ2番人気。逃げ馬が少ないな。ハーツクライとリンカーンとタップダンスシーぐらいしかない。さあいよいよ本格デビュー戦、天皇賞秋です。ここで一流との勝負、力が求められます。さあ拍手が湧いている東京競馬場、伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。片林さん、黒い星2番。さあ行こう、天皇賞。3番ホープスパーウェーブ、ちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。先行グループからまず見てまいりましょう。5番タップダンスシーが上がってまいりました。
ちょっと離されまして、リンカーン、もうそんなに後ろじゃないですね。追い込みながら中段や後ろ程度、浅草田園パットトリックがその後ろ12頭、これから向こう正面であります。外を通ってヘブンリーロマンス、それから2番カタノパラダイス、外を通りましてスイープ東証、そのうち4番テレグノシスハーツクライ、そしてその外にサンライズペガサス、一番後ろにホーキパウェルであります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。依然先頭タップダンスシティであります。8番リンカーン、この辺りちょっと離れているゼンノロブロイ、そして4番手に浅草田園であります。その外に9番ハットトリック、ね、左手に名物大欅を見ながら12頭駆け抜けていきます。さあ栄光の天皇立場で、あとは直線を残すのみであります。タップダンスシー先頭独走になっている、ゼンノロブロイが3番手、5番タップダンスシーがまだ粘っている、依然先頭タップダンスシーちょっと差がある、2番手にリンカーン、外からはゼンノロブロイ、さあそのまま逃げ切ってしまうのか、外からはゼンノロブロイ、怖い馬が来た、11番浅草田園だ、足を払い浅草田園捉えるか、浅草田園が2番手、先頭横山とゼンノロブロイ、ゼンノロブロイ1着、1番人気に見事答えました。いまいちだったかな、何も分からない、1600から2400だからいい距離なんですけどね。2着11番馬がレースから帰ってきたね。どうかな、まあまだ成長がまだっていうとこなんでしょうか。はい、何です、リラックスさせましょう。体質ってなんだ、体が弱いってことかな。はい、何です、こんなん昔あったっけ、体質なんて。まあもうちょっと下のクラスから立て直した方がいいかもしれないですね。前と片尾太陽と同じように。作物ができてるね、農園に行きますか。行ける、はい、何です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 、をまた言った。もちろんまだ調教から帰ってこれないですが、ひとまず実装をちょっと様子を見てみるか。イベント開催中だよ、こうなってんですよね。保護カップとかいろいろありますが、それはまだこの馬には早い。中山金牌あたりかな、ここら辺に出れればいいかっていうところです。この距離は戸惑いながら走ってたっていうから、ある程度このゲーム同じ距離の適性がないと良い結果を生まないのかもしれないな。一回走ってないと、走ってない距離に対しては良い適性を生まないのかもしれません。イベント開催中だよ。はい、何です、イベント開催中だよ。ということで、この状態で入球させてもう一周待とうか。
この状態で中山金牌出して着順を見ながら今後育てていきたいと思います。イベント開催中だよ。気象とかも改善しないといけないかもしれないですね。まくりとかもあります。まず父を衣装を継ぎながらですね、片野パラダイスを成長させていきたいと思いますので、ぜひ応援していただければと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。スターホースポケットのですね、これまで遊んだ動画プレイリストに載せております。説明欄にアドレス記載してます。ぜひご覧ください。またブログツイッターやっております。こちらも説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。ツイッターのフォローもお願いします。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ということで片野パラダイス物語が始まったばっかりです。ぜひ今後もご注目ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。